はい、皆さんこんにちは。今日はですね、京都でちょっとだけフリーエネルギー考察というタイトルでお送りしたいと思います。よろしくお願いします。はい、先週ですね、研修に参加するために京都の方に5日間ほど、滞在をしたんですけども、スケジュールがですね、もうパンパンで全然ちょっと自由な動きはできなかったんですけども、その中でですね、ホテルの近くにありました、施設をですね、ほんの、一瞬だけ、見てきたりしたので、そこから、ちょっと、まあ、フリーエネルギーというか、いろいろなことをちょっと考察してみたいなと思いましたので、この動画を作ってみました。それで滞在したあたりはですね、平安神宮や京セラ美術館などが近い、まあ、岡崎のエリアになるんですけども、そちらのですね、まあ、マップですね、今画像に映ってる、これを眺めてますと、まあ、この動画をご覧にいただいている皆様ですと、まあ、この、なんていうんですか、川の流れというか、そういったものを見ながら、まあ、どうしてもフリーエネルギーについて考えてしまうんじゃないかなと思うんですね。僕なんかもですね、まあ、お堀なんかも含めて、こういった水路を見ますと、単なる、まあ、川の流れ、生活用水とかそういったもの以上に、そのフリーエネルギー的な、そのエネルギーの、通り道、として、どういったものだったのかななどというふうに、考えてしまうわけですね。まあ、そんなことを考えながらですね、全然時間がなかったもので、朝方ホテルを出てから、目的地に行くまでがですね、ほんの短い距離なので、ちょっと遠回りをしてみようと思って、歩っていったところですね。はい、こちらの蹴上の発電所というのに、出くわしたんですね。本当にたまたま、全然知らないで、歩っていったんですけども、こちらの、レンガ造りのですね、なんともちょっと、気になって仕方がない、建物に、出会いました。こちらの蹴上発電所はですね、日本で最初の一般電気事業用水力発電所と言われております。琵琶湖第一疏水から取水し、琵琶湖疏水に放水と、なっております。1891年、明治24年に運転開始され、1912年、明治45年に、この画像の第2期蹴上発電所が開業したと、なっております。まあ、ポイントはやっぱり日本で最初の一般電気事業用水力発電所だったというところですかね。こうやって調べてみると、京都で、その水力発電所、一般事業の水力発電所が始まったというのが、結構意外な感じがしました。はい、それでこの蹴上発電所へ水を運んでくる琵琶湖疏水なんですけども、琵琶湖疏水とはですね、琵琶湖の水を京都へ流すために明治時代に作られた水路なんですね。灌漑や上水道、水運、水車の動力を目的として、作られたんですが、明治維新直後はですね、人口が減ったり、幕末の動乱で、だいぶ町が、すさんでしまっていたようなんですね。それで、まあ、京都市を活性化するという意味で、もう目的もあって、琵琶湖疏水の計画が立てられたと、言われております。明治期の竣工以来、今なお現役で活躍している人工の運河と、なっております。で、この琵琶湖疏水はですね、まあ、注目すべき点がたくさんあるんですけども、本日はこちらに注目してみたいと思います。はい、
琵琶湖疎水のですね、主任技術者であった田辺作郎という人ですね。主任技術者は神戸大学校を卒業したばかりの21歳の田辺作郎が、設計監督にと、なっております。この大事業にですね、若干21歳、大学を卒業したばかりの、彼が設計監督になったんですね。はい、これを見て思い出すのがですね、辰野金吾、建築家の辰野金吾が、確か29歳ぐらいで、帰国してすぐに、銀行集会所という、レンガ造りの、洋風建築をですね、設計したりとかですね、そういったそのとても若い人が、こういったの明治期の建築であるとか、土木技術であるとかいうのを引っ張っていったところがですね、とても興味深いですね。しかもですね、田辺作郎の場合は、卒業論文が琵琶湖疎水工事の計画と、なっててるんですね。これは卒業論文みたいなんですけども、大変驚きました。しかもこの、琵琶湖疎水工事の計画というのは海外雑誌に掲載され、イギリス土木学会の最高賞であるテルフォード賞というものを授与されたと、なっているんですね。この頃のイギリスと日本の関係というものも、まあ、かなり興味深いものが、ありますが、まあ、ある意味やはりと言いますか、田辺作郎も、そういったイギリスと、だいぶ密接な関係があったようです。それでですね、しかもですね、当初ですね、水力発電の計画というのは、その琵琶湖疎水の計画ではなかったんですね。それをですね、田辺らがアメリカで視察したアイデアを取り入れ、それで、日本初の営業用水力発電所となる蹴上発電所を建設したと、なってるんですね。もともと、そういった水力発電の計画は琵琶湖疎水の計画にはなかった、なのですが、田辺たちが、アメリカでその水力発電の、視察した時に見てきたものを取り入れて、水力発電所を作ったと、なってるんですね。そのまあ簡単に言うと、電気を、売るための電気を作る施設を作ったと言っていいんじゃないかなと、思うんですね。まあ、電気をの販売を開始したと言っていいんじゃないかと、思うんですね。まあ、電気ビジネスを田辺、作郎たちがスタートさせたと言ってしまっても、ある意味いいんじゃないかなと、思います。まあ、この辺がその販売する電気が作られ出した、じゃあその前は本当に電気はなかったのか、とかですね、まあ、この動画ご覧の皆さんであれば、その辺をちょっと、考えてしまうんじゃないかなと思うんですが、まあ、電気を売る商売っていうのはこの辺から始まったと簡単に言えば、言ってしまえるんじゃないかと思います。はい、それで、私個人がですね、ちょっと大変注目したのがですね、1892年、明治25年に起こった濃尾地震の震災予防調査委員会、震災予防調査会委員に就任と、なっているところなんですね。こちらがですね、ちょっと今調べている途中なんですけども、ちょっと大変興味を持っている、ところでして、こちらのメンバーになっていたというのは今回調べていて知ったことなので、ちょっと驚きました。ちなみになんですが、この、震災予防調査会の1901年からの会長は、先ほどお話ししました、東京駅などを設計した辰野金吾となっていまして、この辺もですね、イギリスとの関係含め大変興味深いところなんで、近いうち動画にまとめられたらなと思っております。はい、それでですね、
琵琶湖疎水といえばという感じなんですけど、この動画を見ている方の間では有名なという感じになるかもしれませんが、南禅寺境内にある水路閣ですね。こちらのレンガ造りの、水路ですね。こちらが、思い浮かべる方が多いかと思うのですが、今回調べてて、これが南禅寺にあるっていうのが、ちょっと気になりまして、その理由が見つかればなぁなんて思って南禅寺をちょっと調べてみたんですけども、やはり、直接的にはないんですけども、興味深いことが出てきましたのでご紹介したいと思います。はい、南禅寺なんですけども、いろんなこと書かれ、興味深いエピソードたくさんあったんですけども、特に気になった点はですね、14世紀の後半ぐらいなんですけども、ものすごく勢力を持ったというか力を持ったらしいんですね、南禅寺は。それで旧仏教勢力の延暦寺や三井寺と対立して、政治問題にまで発展したらしいんですね。三井寺は、それより前なんですけども、三井寺は三井寺で延暦寺とも対立してたりですね。この辺はですね、まだ僕もちょっとはよくわからないんですけども、その昔のお寺の勢力とその対立っていうのはですね、こっちの方が歴史のメインストリームなんじゃないかなと、思うぐらいなんですね。大変興味深い、出来事に、なんですけども、この延暦寺や三井寺との対立が始まって、数年後になるんですか、火災で燃えてしまうんですね、南禅寺が。それも火災と言われてるんですけども、実際はといったところですね。何があったのかはっきり書かれてませんが、一般的な火災とは違うだろうなというのは容易に想像ができますね。はい。それで、ちょっと面白いなと思ったのはですね、その琵琶湖疎水なんですけども、入り口が琵琶湖側としますと、そこがですね、もう三井寺があるところなんですね。で、出口を京都側としますと、それこそもう南禅寺に通って、出ていく感じで、この対立していた三井寺と、南禅寺を琵琶湖疎水が結んでるんですね。これはわからないですが、どうしても簡単に偶然とは思えないというか、無関係とは全く思えないと、思ってしまいます。はい、それでもう全く、直接関係がないことなんですけども、驚きましたのが、南禅寺にですね、1875年、明治8年に、その境内に日本初の公立精神科病院、京都府療病院附属県教院が設立されたと。日本で初の、精神病院がですね、ここにできたということが書かれておりましたので、大変驚きました。ちょっと精神病院についてもですね、調べたりしていたもので、ここが日本で最初だったんだっていうのはですね、大変驚きましたね。はい。そんな感じで、蹴上発電所をですね、調べていったりした結果、いろいろ分かったりしたことが、以上となるんですが、細かい、点がですね、たくさん現れてきて、それがどう結びつくのかは今時点では分からないんですが、ちょっと調べただけでもですね、驚くようなことが、たくさん分かりましたので、今後詳しくちょっと調べていきたいなと思っております。はい、続きましてですね、行けたのがですね、京都市美術館、もうこれ外側だけなんですけど、もちろん、です。こちら1933年に開館した日本で2番目の公立美術館、現存する日本の公立美術館では最も古い美術館となっております。
今は正式は京都市京セラ美術館っていうんですかね。で、この美術館ですね、前も通った時には面白いなと思ったんですけども、左がリニューアル前なんですけど、右が、リニューアルした現在の、建物なんですけども、美術館の。リニューアル前はですね、地下階がなか見えなかったんですけども、現在はですね、こういった綺麗な感じで、地下階が、見える構造になってるんで、なんかこうマットフラットみたいな、構造のように、見えてしまう。埋もれたとこから出てきたわけじゃないんですけども、我々が見るとちょっと面白いなと思ってしまう、構造となっております。それでどうしても目がいってしまうのが屋根の上にある装飾物ですね。これらが、本当にただの、装飾物なのかと言われると、そうだよねとは、もう言えないような、知識が入ってきてしまうので、一体これがどういうふうにどうなるのかなと、いう感じでどうしても眺めてしまいますね。こちらの美術館の上にもこのようなものが、乗っかっていました。これらが何の目的でどのように使用されているのかは不明ですが、大変興味深いと思います。あとですね、一番気になったのが、周辺に八角形の、高さがですね、2メートルほどの、こういったものが、何個かあるんですけども、帰ってきてから調べますと、こちら門のようなんですね。1933年に作られた、美術館が作られた時と、同じタイミングだと思うんですけど、に作られた門だということです。と言われても、そうなんだと思うような感じではないので、本当は何かというのがあったのかなと、ちょっと思わずにはいられないような、姿形をしております。こちらも歩道にドンと、ありますが、大変興味深い、ものですね。八角形をしておりました。で、こちらがですね、その街中やですね、美術館の脇を流れる琵琶湖疏水です。大変綺麗な流れでですね、京都の人が羨ましいなと、思うような、感じになってるんですけども、この流れがですね、本当は、どういった意味や目的で作られ、どのように使われていたのかと、いうことにですね、まだ全然見えないんですけども、どうしてもそちらの方に興味がいってしまいます。エネルギーというのは本当はその昔どのように作られ、使われていたのか、そして、そういったものと、川やこういった用水の流れというものはですね、どのように関連していたのかと、いうことを、さらに今後も、考えていきたいなと思っております。というわけで、今日は京都でちょっとだけフリーエネルギー考察というタイトルでお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。本日も私の感じたことをお伝えさせていただきました。皆様は何を感じ、何をお考えになったでしょうか。またよろしければ、今回もコメントの方を、いただければありがたいです。作られた歴史の盲信をやめ、自由な発想の歴史考察を楽しみましょう。というわけで本日は以上となります。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。よろしかったら、グッドボタン押してください。よろしくお願いいたします。失礼いたします。